Close my eyes. Yeah, I still think of you sometimes. The way you put your hands. カプチーノめっちゃ美味しいなこれ。What's up guys? 皆さんこんにちは、ラタです。実はですね、皆さん先週大学の今学期のテストとレポートすべて終わりました。はい、僕が大学生だということをそもそも知らないという方もいるかもしれないですけど、一応ラスト大学の学期があって、でそれが無事終われば今年の3月に卒業ということが、まあ、ずっとあって、仕事と学業をね、両立しながらなんとかやってたというのがあるんですけどね、なんとか先週終わりました。大事なのがそのまだ卒業できるかどうかはまだわからないっていう、一旦その提出物が終わりましたよっていう報告です。はい、なのでもう完全に仕事に今 100% 注力できている状態で、とりあえず一安心ということでございます。はい、で、今回はどんな動画を撮るかというと、その報告したかったのもそうなんですけど、ちょっと、せっかくそのね、すべて学業を終わらせたということで、大学の4年間をちょっと振り返る動画みたいなのね、撮ろうかなと思って今カメラを回しております。1年生から4年生までっていうか、今までこうどういう大学生活を送ってきたのかっていうのを、ちょっと振り返りながら皆さんにもね、共有したいなと思います。ちょっとね、さすがに全部記憶をたどるのはちょっと難しいので、いろいろね、僕が大学1年生の頃とかの時の写真とか Twitter とかインスタとか、もうとにかくいろんな写真を遡って思い出をね、見ながら懐かしいなみたいな感じなんですけど、ちょっと話していきますね。皆さんご存知の通り、僕は、早稲田大学の国際教育学部に、2016年の4月かに入学していて、で、今年うまくいけば2021年3月に卒業します。はい、で最初ね、早稲田大学国際教育入学した時は、やっぱ入学式から始まるんですけど、ちょっとね、写真出すのも恥ずかしいぐらいですけどね、もうザ・イキリ大学生って感じですよね。なんか上京したての、大学デビューしたやつみたいな感じだったんですけど、大学1年生の頃はもう一言で言うと、もうとにかく生きてたと思います。もう本当に写真こういうの出すか分かんないですけど、本当に恥ずかしくて非常に生きてましたね。はい、どんな1年生だったかっていうと、まず大学1年生の時って僕は一人暮らしでそこから始めたわけじゃなくて、最初は早稲田大学の国際学生寮ウィッシュとか入ってたんですよね。なんか中野にある早稲田生専門の寮みたいなところで全学部の人たちが入れるんですけど、結構ね、そういう海外から来た方とか留学生とか、いろんなこうバックグラウンドを持った人が集まるような学生寮で、すごくそこがね、面白かったんですよね。なんかイベントがあったりとか、もちろん寮生と仲良くしたり、こう普通に寮としてはすごい良かったし、なんか学ぶ期間としてもすごい良かったんですよね。なんか SI プログラムっていう週一のなんかそういうイベントでお偉いさんが来てそういう話をしてくれたりとか、ゲストがなんかそういうイベントやってくれたりとか、とにかくね、すごく勉強になる寮で、すごい楽しかった、そういう寮に最初入ったんですね。他には、入ってやっぱりもうメインになってくるのって授業とサークルとかアルバイトですよね。で授業に関してはやっぱり1年生って本当にとにかくたくさん単位を取らないといけないので、とにかくきつかったですね。一番きつかったのは多分中国語の授業ですね。なんかその外国語っていうのを取らないといけないんですけど、中国語のコースのインテンシブって一番きついやつ、週4かなでなんか一気にやるみたいなやつがあったんですけど、それはすごいきつかったですね。あとはサークルで言うと、その1年生の頃は、早稲田の早稲田祭、なんかその早稲田祭っていう、文化祭ですよね、文化祭を運営する早稲田祭の実行委員じゃなかったんですよ。なんか早稲田祭運営スタッフか、通称運スタってやつ、僕が1年生の頃入って、その一大イベントである1年に1回の早稲田祭をこう運営するっていう、そういうのに入ってましたね。そこでもたくさん友達できましたし、あとは国際教育学部専用のフットサルサークル、シルス FC、 名前めっちゃ出すんですけど、シルス FC ってやつに入って、ずっとサッカーやってきてたんで、そこでもサッカーをするっていうサークルに入ってましたね。あとはですね、アルバイトは最初居酒屋でやってたんですけど、その後はなんか居酒屋なんかだるかったから2ヶ月ぐらいでやってて、その後は表参道にあるなんかとあるカフェレストランみたいなところで結構多分 1,2 年ぐらいやってたんじゃないかな、結構長めになって。で私生活に関して言うと、これが一番生きてて、本当にそういうね、サークルとか、学部の友達とかと、いろんなことをしましたね。なんかバブルランとか、カラーランってそういうなんかパリピなイベントみたいな行ってみたりとか、あとはね、よくやりますよね、制服ディズニーとか、そういうのいろいろやってて、とにかくね、恥ずかしいですけど、1年生を謳歌してましたっていうのが1年生です。はい、
続いてね、大学2年生はどんな感じだったかというと、まあ、大学2年生ってちょっとね、あの丸くなってきますよね。大学生って丸くなってくるんですけど、やっぱこの辺はね、やっぱ学業がすごい大変になってくるんですよ。で、なんでかっていうと、国際教育学部っていうのは2年生だったらその留学に行かないといけないんですよ、みんな。まあ、みんながね、好きなところに留学行けるわけではなくて、その例えばアメリカとかイギリスとか有名なところとか人気なところはそういう専攻があるんですよ。なので、その専攻のためにみんな成績を取らないといけないし、すごい熾烈な争いがあるんですよ。まあ、なので2年生はね、本当に勉強が大変でしたね。まあ、あと同時に大学2年生の前半はね、まだ早稲田にいるんですけど、まあ、そのウィッシュっていう寮も卒業というか退寮しないといけないので、そういう準備とかもしたりとかして、まあ、ここが一つの転換期ですよね。あの、僕1年生の頃の、2年生の頃のツイッターをさかのぼってたんですけど、なんかあのコロンビア大学のその専攻に受かったっていうなんかツイートみたいなのをしてて、なんかそれがちょっと面白かったですね。なんかめちゃめちゃ舐め腐ってて、なんかコロンビアからなんか学部の事務所からメール来たから、なんかコロンビア行けるっぽいわみたいなチェリーツイートしてて、舐めてんなみたいな。そこから先はね、皆さんご存知の留学に行くわけですよ。ニューヨークにあるコロンビア大学に留学しまして、もう留学を3つの言葉で表すとしたら、勉強大変、 YouTube、筋トレ、もうその3つの場です。はい、もうここに関しては結構多分いろんなストーリーのアーカイブとか残ってるんで出してもいいんですけど、やっぱもう勉強はもう鬼大変でしたね。もう本当に受験生のような生活をして、その合間で YouTube を撮ったりとか筋トレ行ったりとかっていうような生活でしたね。まあ、ここに関してはたくさん動画出してるんであんまり詳細触れないんですけど、まあ、やっぱ、まあ、世界トップレベルの大学だなというのは実感したし、すごくいい経験だったなっていうのは未だに感じてます。あと、なんか留学して結構思い出ったのが、なんかその時なんか動画ヘッド編集とかハマった時に、なんかレッドブルのなんか大会出たんですよ。なんかレッドブルのイベントで、なんかその3人1組で動画作って、それが選ばれたらその日本だったら日本の代表になって、レッドブルの代表としてなんかその宣伝のイベントに出れるみたいな。で、レッドブルだけでヨーロッパの旅をするみたいなやつがあったんですけど、そういうのもしましたね。まあ、あとは大学2年生といえば、まあ、成人式なので、まあ、成人式があったんですけど、その時ってみんな留学してるんで、僕も学部の友達全員みんな成人式出れないねっていうことで、まあ、前代未聞のフランスのパリに集まってみんなで成人式をしようっていうのを友達が企画してくれてで、それでみんなでパリ集まってね、成人式をしたりとかしました。もうそれでもかなり、ね、生きてますよね。はい、留学終わった後日本にすぐ戻ってくるんじゃなくて、旅行をすると、ロサンゼルスに行って、サンフランシスコに行って、その次はロンドンに行って、でミラノに行ってマヨルカに行くっていう、もうこの辺が一番楽しかったですね、留学で。まあ、留学じゃないですけど、もはやそれは旅行なんですけど、まあ、最後のね、その思い出残しということでいろんな国を旅しました。で、このロンドンに行ってる時ぐらいに僕のチャンネルが登録者1万人いって、イエーイみたいな感じのやった覚えありますね。はい、まあそんな嬉しい出来事もありながら、知ってる方は知ってると思うんですけど、ここでハードディスクのデータが消えます。はい、絶望的でしたはい、そんなことがありつつ、もう大学3年生を迎えて、日本に帰ってきます。で、日本に帰ってきて大学3年生何をしたかというと、まあ、1年生はね、その寮に住んでたので一人暮らしをしようということで、今の家であるね、場所に賃貸を借りて、まあ、IKEA 行ったりとかして家具集めて、まあね、あのずっと憧れだった一人暮らしをするわけですよ。はい、っていうのが大学3年生ですね。まあ、あとはこの辺から結構その YouTube っていうものに力を入れ始めてて、で、まあ、見てくださる方もありがたいことにたくさん増えてきたので、なんかオープンキャンパス、大学のオープンキャンパスでプチオフ会したりとか、早稲田さんの時にもちょっとなんか、早稲田の時やったっけな、ちょっとあんま覚えてないですけど、まあ、なんかそういうオフラインイベントを、ね、ちょっとやるようになったりとか、まあ、あと秋ぐらいに、まあ、今の事務所というか一緒にお仕事をさせていただいているところに声かけてもらって、で、本格的に映像を始めるっていうのが大学3年生ですね。まあ、でも大学3年生は結構大学生の思い出よりはやっぱ映像クリエイター YouTuber としての思い出の方が多いですね。もうその頃からもう授業は最低限やって動画をやるっていう方が多かったんで、なんか大学生っぽいのはね、正直あんまりないです。はい、でいよいよ大学4年生ですよ。もう最後の1年ですけれども、大学4年生はですね、もうこの頃にはもう大学生×映像クリエイターみたいなそのイメージが確立されてきた頃かなって僕は思ってて、で、まあ、実際にね、その映像クリエイター×大学生の1日みたいなの出したりとか、まあ、そういうライフサイクルの、ね、動画も出し始めたと。で、もうその時にはもう事務所に所属してたんで、オフィス、授業、撮影、ジムを行き来するみたいな毎日が多かったんで、もうほぼ大学生じゃないんですよねこの頃ぐらいから僕のね、生活スタイルが確立してきたということで、なんかこの時はもう大学生の切り口でもう YouTube の切り口で話しますけど、なんか結構この時まだいろいろ結構 YouTuber っぽい企画とかもやってたんですけど、なんかちょっとあのデザインとか YouTube の編集とかにこだわってくる頃だったんですよね。はい、でなんか少しずつこう映像の質にこだわりになってきて、まあ、今のスタイルになっているというところですね。ここら辺が結構きっかけかなっていうイメージですね。大学4年生か。はい、
まあ、この辺は正直ね本当に覚えてないですね、大学生としての自分は。で普通だったらねこれ大学4年生で無事卒業で終わるんですけど、まあ、僕の場合はね特殊なケースでこれ休学するんですよ。休学です、はい、もう皆さん知ってると思いますけどね、はい、なぜ休学をしたかっていうと、まあ、これもいろんな動画で言ってるんであんまり詳しく話さないですけど、まあ、シンプルにあの映像をやりたかったから、で映像をやりたかって、でも卒業していきなり映像をやるよりはなんか1年間ぐらいで本気でやったらどれくらいいけるんだろうと思って1回本気でやってみようっていうのがそれを休学した理由ですね。で、まあ、1年間やった後に何をしたかっていうと、まあ、やっぱ卒業したいんで復学をしますよね。でそれが去年の2020年の4月で復帰して残り20単位ぐらいを1年取って卒業っていう。で大学5年生ですね。だから大学5年生はどんな1年だったかっていうと、まあもう仕事9割の人生になっちゃってたんで、2020年の4月の春学期はですね、まあ、あの仕事と学業を両立できるかなって思ってやってたんですけど、まあ、悲しいことにあの2単位しか取れずにですね、あの絶望しました、はい、これ多分動画で言うの初めてじゃないかな。あの前学期2単位しか取れなくて絶望して、あやべえなって、これ卒業できねえなってなって、それで迎えたのが2020年の秋の最後の学期ですね、はい。でもうこの最後の学期になった時に、あもうさすがに全学期2単位ってもうやばいなって思ったんで、僕はその同じ休学してた友達ともうほぼ全く同じ授業を全部取ったんですよ。全く同じ授業を全く同じ曜日にして、もう2人で助け合おうっていうので、かつもう仕事で使ってるそのタスク管理ツールみたいなのに、あの学業とかレポートとかの予定も全部そっちにやって、もう仕事として管理するようになったんですよ。徹底的な仕組み化をして、もう絶対卒業しようって言って友達助け合いながらやったのが大学5年生の秋ですね、はい。なので、まあ、そういう風にやってって、なんとか先週授業を終えたんですけど、まあ、正直ね多分大丈夫だと思うんですよ、まあ、これフラグじゃないですよ。本当に多分大丈夫だと思うんです。本当にあの友達と協力しながらズームつないだり、夜遅くまで課題やったりとかね、やったりしてなんとか終えたので、まあ大学4年間、まあ休学の1年もやったら5年間ですけど、まあ、あっという間でしたね。なんだかんだなんかその昔の写真とか動画見てたら、あちょっと懐かしいなっていうか、ちょっと寂しい気持ちでもあったんですけど、まあ自分がやりたいことを今見つけてそれに向かってね突っ走ってるんで、まあここは、まあ堂々と前にね前を向いて進んでいきたいなと思います。まああの今日の動画は、まあ、大学4年間5年間をこう振り返るっていうトーク動画なんですけど、まあまたなんか改めてその大学4年間をこうまとめる動画みたいなの撮れたらなと思ってるんで、まあ、その時はその時でもうちょっとね皆さんにその4年間5年間がどういう人生だったのかっていうのをねまたシェアできたらなと思います。はい、たくさん話しましたけれども、僕の大学4年間はこんな感じでしたということで、皆さんあの無事僕が卒業できることを祈っていてください、はい、応援コメントお待ちしております。まあ、あとは結果待つだけですけどね。はい、ということで今日は大学4年間振り返る動画でした。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。